キーちゃんが疑問に思っているものは砂防堰堤と言います。この砂防堰堤は皆さんを土砂災害から守る役割を果たしています。この実験装置を使ってその役割を見てみましょう。まずはじめに砂防堰堤なしの場合に土砂災害が発生するとどうなるか見てみましょう。土砂や流木が下流の橋に詰まり、家屋や道路に被害が出ているのがわかります。では続いて砂防堰堤ありの場合に土砂災害が発生したらどうなるか実験してみます。砂防堰堤によって土砂の流出を抑え、下流の家屋や道路を守ることができました。那智勝浦町の特に那智川流域では平成23年の紀伊半島大水害で大きな被害を受けました。土砂災害はいつ起こるかわからないので、砂防堰堤を設置することで対策をしています。センターでは現在の状況と当時の写真を対比してみることができ、当時の被害の様子を来館者の目で体感することができます。土砂災害の危険のある場所は和歌山土砂災害マップや市町村のハザードマップ等で確認できます。センターではより分かりやすく見るために360度カメラで危険な場所を確認することができます。これは YouTube でも確認することができます。各市町村の動画があるので、自分の住んでいる地域を確認してみてください。センター内では紀伊半島大水害で被害を受けた方の実体験を紙芝居で見ることができます。当時の生々しい体験を聞き、実際に目にした光景が描かれているので、とても人事とは思えない臨場感のある紙芝居となっています。この紙芝居の内容も YouTube で公開していますので、こちらもぜひ見てみてください。この映像は紀伊半島大水害の記録を当時の映像や再現 CG でまとめたものです。いつどこで発生するかわからない土砂災害について考え、備えることの重要性をこの映像から学べると思います。土砂災害啓発センターでは、土砂災害のことが楽しく学べるいろいろな実験も行っています。土砂災害に関する研修はホームページから受け付けていますので、興味のある方はぜひ申し込んでみてください。その他にもセンターでは土砂災害に関する調査・研究も行っており、土砂災害の発生メカニズム等について調査・研究を進めています。